はい、今日は、普段遊び慣れてる下北沢にやってきましたけど、三浦さん、雨ですね。雨ですね、すごいですね。もう東京健康ベースは雨降ったらロケ中止になるっていう内容でずっとやってきましたけど、今日はもうやっちゃうってことで大丈夫ですかね。お願いします。もう本当に三浦さんにも申し訳ないです、はい。まあ、そんな中ね、こんな大雨の中、ちょっと一人今日ゲストに来ていただいてるんですけどね、ご紹介しましょうかね、道の駅プロレスより HYT 藤田ジュニア隼人です。こんにちは。こんにちは。すみませんね、こんな雨の中。寒い。いや、寒いですよ、これは。寒いね。もうね、イメージでは昨日までピーカンでいいやったじゃないですか。そうね。イメージではね、もう暑い、ちょっと暑いなぐらい言いながら、ちょっとアイスコーヒー飲みたいなって言いながら進めていくイメージだったんですけど、まさか今日からね、1週間ずっと続いて雨降ってますね。まあまあ、でも隼人選手はあれですよね、はい、割と下北沢は、そう、もうほぼ地元と言っても過言ではない、ですよね。ほんで高校生の時とかも結構来てたって。来てた。スケボーで来たり、はいはい、BMX で来たり。自宅からスケボーで来たんですか？来た来た。1時間。1時間それはちょっと頭おかしい。まあでもね、仲間もいたから。まあみんなでワイワイ。みんなでワイワイ。で、遊び慣れてるってことですか？そうだね。だからね、まあ僕も実はもう上京してきた当時からずっと下北でずっと遊んでたんですよ。マジ？もうそれこそ林さんと出会う前から、うん、割と下北はもう僕の、あの時のか。ああ、確かにいたスケボー1時間かけて来てるやついた。ね、あれが、なるほどね。そうそう、だからね。で、まあ実際、うん、僕ら下北で遊んだことあるじゃないですか。そうだね。だから、まあもう組んで結構経ちますけど、うん、で、それまでも僕らずっと友達だったんです、うん。だから、いかにやっぱ我々が意思疎通できてるかっていうのを今日改めて確認したいなと思って。おー、いいね。はい。でも、もう結果次第ではもう今日からもう絶縁っていうこともありますから。そうかそうか、はい、もうシャッター下ろしてまう可能性もあるんで、ね、やばいね。そうでね、今日は林さんも大好きな、うん、某、D ウンタウンの、うん、G 機能使いの、有名な企画の、はいはい、テーマをまず出されて、うん、で自分が思う、おのおの思う、うん、そのテーマに答え、まあまあ例えばそうですね、まあ簡単なところで言ったら、そうやな、下北沢の劇場といえば、うん、そこの本田劇場あるじゃないですか、うんうん、これも言わずに、うん、本田劇場で合流できればまあ OK、 OK で合流できなかったら、まあ十分の、あ、な、今日テーマ何個出るか分かんないですけど、まあ、できなかった分、こう絶縁が近づいてる。OK、OK、OK、はい、絶対大丈夫ですね。絶対大丈夫。こんだけもう一緒に、もう普段から一緒に、昨日も一緒にいたじゃないですか、うん、これはお互いがもう自分の分身ぐらいに。そうだね。しかも普段から下北の話するしね。そう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 、うん、だからもう考えてることだって僕の考えてることもお見通しでしょうし、隼人、うん、さんの考えてることもお見通しですから。そうだね。これはだからどっちに合わせるかにもよるから。いや、だからもう合わせるどころか合ってしまってるから、オッケーオッケー。これ企画としてはもう全然面白くない企画になる。あ、やっぱ仲いいねっていう、はい、オッケーっていう感じで、今日は、藤田ジュニア隼人と下北で遊びたいと思います。お願いします。でもテーマどうしましたかね。なんかテーマ三浦さんから出していただける感じですかね。スケッチブックに書きます、はい、これから。ありがとうございます。じゃあテーマ一通り書いていただいて番組始めていきましょうか。はい、お願いします。お願いします。はい、ということでね、はい、まあ立ち位置は変わりましたけど、これ雨ひどいんで一回ちょっと避難して、雨から避難してもらって、まあゲーム始めていきましょうか。はい、はい、じゃあ三浦さんからこれはテーマがもらえるということなんで、もう、あ、これからいいですか。もう早速来ました。 OK。 下北沢といえばズバリここ。いきなり。これはもうざっくりしてますけど、いきなり。OK。 パッと思い浮かぶものにしましょうか。あ、もう1個しかないわ。ああ、一緒っす。うん、1個しかない。ああ、ほんならもう
な後ほどということですね。そうだね。これはもうアッコスもんね。もうあそこしかないでしょ。下北って言ったらもう。その行くか行かへんかは置いといて。うん、そうだね。そうだね。もうもうアッコスもね。いやもうあそこしかない。はいはいはい。じゃあもう移動しあじゃあね一緒に移動になっちゃうんでこれ分かれましょうか。オッケー。で僕一回ちょっと離れますんで。オッケー。到着したら電話します。オッケー。でそっからスタート。で制限時間は5分。オッケー。5分後に合流できなかったら、絶縁レベルが上がる。それで、じゃあ始めましょう。スタート。あ、今ね、スタート地点に到着しましたから。はい。ほんじゃあもう今からスタートで。すぐ5分後合流しましょう。はい。じゃあお願いします。よし。まあ、ちなみに、もう。まあみんなどう思ってるか知らないですけど、まあ下北といって一番最初に思いつくのはもうあそこしかないんですよ。僕はね、ビレバン、ビレッジヴァンガード。はい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 。あ、ここでしょ、まずは。そうですね、まずはそこですね。はい、別にそこに普段いつも行くかって言ったら行かなくても、行かなくてもイメージ的にそうですよね。でしょ。んで藤田ジュニア、隼人という選手、まあプライベートも僕知ってるんですけどね、はい、よく彼も割とビレバンには用がある人間ですから、はい、ビレバン行くやったらリアルカリスマですね。これもうね、もうすぐそこなんで、はっきり言って5分いらなかったですね。もう1分で合流できる。わざと1回逆方向に。まあまあまあ、そうですね、ルール的なもんで、ルール的なもんでね、バラバラ、1回ちょっとばらけないといけないんで。これちなみに三浦さん、下北全然ですか？全然です。ああ、もうね、結構友達が飲み屋やってたりとか、はい、でしょっちゅう来てますね、私は。隼人さんと遊ぶときは飲むの？なんか飯、まあご飯食べに行ったりとか、はい、買い物するみたいなのあんまないんですけど、はい、あとね、今日のテーマにもあるかもしれないですけど、甘いもの食べに行くんですね、実は、はい、僕と林さんはスイーツをね。で、まあ、そういう目的で行ったりとか、はい、女子みたいな遊びしてるでしょ。でも甘いもの美味しいですよ。うまいですからね。今日これ気温何度ですか、一体？多分10度10度あるかないかぐらいのはずです。もう冬がやってきましたね。やってきましたね。これもでも林さんのが近かったからついてるんじゃないですか、もしかしたら。林さんでも全然違うところに行ってたら暑いですよね。いやそんな初っ端から飛ばすかね。でも林さんやっぱりカリスマなので。カリスマですからね。常識に縛られない。あ、確かに。まあまあちょっと制限時間5分って言ったから余裕があると思って、どっか寄ってから、コンビニ寄ってから来るかもしれないんで、ちょっとだけ待ちましょう。はい、はい、そらそうでしょ。いやもう絶対そうでしょ。そらそうでしょ。よし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 。いやいやいや、よかったよかったよかった。ちょっと待ってください、僕はもう不安になったんですよ。林さんの方が近いのにどこ行ってたんですか？いや、ビレバン。あ、中にいたってことですか？うん、あっち側にいた。あっち側からいたんですね。で、いや、入り口こっちだと思って。はいはいはい。でも回ってた。あー、なるほどなるほど。そうそうそう。いや、もうよかったよかった。これは、すごく幸先のいいスタート。いや、もう下北といったらここですよ。さすが、さすがですわ。これ、はい。次の、もうポンポン行きますよ。行こう、行こう。で、これ、もう全部合流できたら、三浦さん、これニコプロから何か我々にプレゼントなんか。はい。うわ、これまたざっくりしてますわ。下北沢の音楽といえば。音楽？これすごくざっくりしてますけど、でかいテーマですね。音楽ね。下北沢の音楽って言ったらもうあそこっすもんね。うん。あ、捉え方によるね。まあまあ
大丈夫でしょう。大丈夫でしょうね。大丈夫、絶対大丈夫。ほんじゃこれどうやって分かれようかな。僕中から行きますわ。オッケー。で林さんに今度ついて行ってもらって。オッケー。下北沢の音楽はもうここっていう場所があるんですか。そうですね。でもまあ捉え方にもよりますけどね。音楽が今有名なんで下北は。そうなんですね。バンドマンたちもいっぱいいるし。でももう。音楽でしょ、はい、大きくまとめたらもうすぐっすよ、もうすぐもうすぐ5分全然かかんない、もう全然5分かかんないっす、もう絶対。普段下北はどんな遊びをされるんですか。まあなんかプラプラしに来たり、それこそ音楽楽しみに来たり、はい、CD を見に来たり、レコード見に来たりする。そういうのもいっぱいあるかもしれません。本当に全然知らなくて。今は本当めちゃくちゃありますよ。ライブハウスとかもめちゃくちゃあるし、この辺もライブハウスだし、この地下も、はい、でここはあの今道の駅で欠場してるまんじまるとかと一緒に来たりしますよ、はい、このライブハウス。もうすぐっすよ。早いですね。もうすぐっす。もうすぐっす。ここでしょ。もう見えてきました。はい。これもうあそこしかないです。そうですね。はい、そうですね。これがマジで。これが下北っぽいものだということはわかります。いやもう間違いなくここもうここに来ますね。あいつは。なぜならここあれなんですよ。俺とケンゴが好きなブランドも取り扱ってるんで。そうなんですね。ああ、あれお茶の水とかにあっても下北のものですよね。そうなんですよ。もう絶対もうビデバンともうここもう同じ、もう間違いない。むしろここで外したら深谷田さんの絶縁ゲージの方が上がるじゃないですか。いや本当にもうここはね、ここっす。絶対ここ。さあ到着しました。さあ着いちゃったよ。早い。どうでしょう。ここですよ。ですよね。絶対。絶対ここ。1、2分待ってみて。そうですね、はい。でも絶対来ますけどね。普段ケンゴさんはどんな人ですか。ケンゴはもうめちゃくちゃいいやつですね。なんかもう本当でも俺からしたら弟みたいな感じなんで。めっちゃ話しやすいし、でもプロレスのね相談とかも受けるし、すごい楽しいやつです。あ、来ました来ました来ました。そりゃそうです。いやもう来た。そりゃそうですね。いやそりゃそうだ。はいはい、そりゃそう。え、もう皆さん、はい、もう僕らに関してはもうこれ余裕っすわ今回。第3弾じゃあ、選んでもらおうかな林さんに。よし。はーはーはー。こんなもんはもう余裕でイージーですか。イージーイージー。いきますよ。はいはいはい。古着屋といえば、はい、これね、古着屋ね、これ難しいのが難しいね。林さんは古着あんま着ないんですよ、ね、そう、多分ないね。あ、僕結構古着好きなんでいろいろ売ってるんですけど、下北に関わらずね、いろいろ行ってるんですけど、これ林さん難しいと思いますよ。でもまあ下北で有名な古着屋、有名というかまあまあそうですね、パッと思いつく古着屋。 OK もうまとまったんですか。うん、まあ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 、僕ももう一つしかないんですけど、それめっちゃあるよね。めちゃくちゃあるよね。めちゃめちゃありますけど、多分俺入ったことないの。なるほどね。うん、あ、まあイメージないっすわ。うん、でも場所、あ、ここ古着屋だなみたいな場所は大体わかるから、はいはいはい、もうそこ行くわ。そうですね。ちょっとじゃあ僕に合わせてもらう感じで行きましょうか。オッケーオッケー。僕も多分そこですわ。そうだね。僕そこで服買ったりしそうですか。しそうなのかな。まあ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 、まあ、その
正直僕が今言ってるのは一番のお気に入りの古着屋さんではないんですよ、そこが。だけど下北の古着屋って言ったらもうここオーケーっていう。オーケー、それで行きましょうか。オーケー、ほんじゃあこう分かれましょうか。そうだね、はい。俺じゃあそっち行くわ。はやさん、どう行きます、こっちから行きます。はいよ、ほんじゃあこっちから行きますわ。はい、また、これ何分しましょう。まあ、10分見ときますか。そうだね、はい、10分でいけるよ。10分、はい、お願いします。はい、スタートで。後ほど。もう余裕っすわ。すごいですね、2問あっという間でしたね。いや、もうあっという間ですね。そもそもお気に入りの古着って、はい、何かブランド決め打ちとかはあるんですか。いや、ね、全くブランド自体にこだわらなくて、はい、そのまあ物によるんですけど、はい、例えばまあ僕結構アメカジとかも好きなんで、はい、寝るシャツのなかなか見たことない柄を探す。それは楽しいですね、はい、こんなん日本じゃまあ作る発想はないだろうなっていうような柄の寝るシャツを探したりとか、あと程よくボロい感じの、綺麗すぎず、はい、ボロボロすぎず、ちょっと使用感が出てるぐらいのちょうどいいものをまあ探すとかが好きで、あとアロハも好きですね。あ、アロハいいですよね、はい、アロハもなかなか普通じゃ見ないなっていうデザインのものが古着屋にはあったりするんでね。これ今ね、視聴者の皆さん、これ今カメラを止めて、ちょっと三浦さんのカバンの中が大変になったんですよね。はい、びっちょびちょになってましたね。水没しました。これは緊急事態でしたね、ちょっとね。ちょっと申し訳なかったです。いや、これ左曲がりましょうか。はい。いや、もうこれもね、僕がちょっと雨の中連れ回してるのがもう非常に申し訳ないですけどね。はい、僕がイメージするのはこちらです。はい、あ、これは確かに名前を見たことがあります。はいはいはい、ちょっと待ってください。中になんか買い物してる男がいますよ。あ、いますね。遅いよ。早かったっすね。ここしかないじゃん。いやいや、そうなんですよ、うん、ここしかないんですけど、うん、ちょっと待ってくださいって言って一回カメラ止めて、どうしたのかと聞くと、このカバンの中にえぐいぐらい水入ってて、ひっくり返したらボタ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 って水がこれまた撥水しない素材ですから、溜まっていく一方の最悪や。はい、でも、まあ、でも古着といえばここだね。ここですね。初めて入ったけど。あ、そうですか。やっぱりここを僕ね、よく寝るシャツ買いに行ったりとか。あ、ほんと。はい、してます。あ、もうこれ全然余裕っすね。余裕。もう次行きますよ、もうどんどん行こう。どうしようかな。そろそろあれじゃないですか、お腹減ってきたんじゃないですか。そうだね、はい、お昼時ですよ。お昼時こんなもん、もうサービス問題甚だしいですよ。下北の定食部。下北の定食飯、どこで食ったかな、その飯。下北で、まあそういうのを抜きにして、うん、パッと思い浮かんだやつでいきますか。下北のご飯屋さんってこと。ご飯屋さん。オッケー。ご飯屋さん、そこで揃わないと今日飯食えないからこれ当たったら飯、これ食わしてもらえるってことですよね。よし、でもよし、あとしかないですね。そうだな。三浦さんもちなみにもお腹減ってちょっとイライラしますから。やばい。そろそろ三浦さんのためにもこれはご飯を食べていただかないと。そうだね。はい、下北でご飯。はい、ほんな僕こっちから行きますと。 OK。 はい、そこっちから。 OK。 はい、 OK。 OK。 でも食えると信じて。そうだね。後ほど。そうだね。はい、じゃあ林さんに続いてもらいます。はい、お願いします。お願いします。後ほど。はい、はい。今あれ定食屋って書いてありましたけど。そうだね、定食屋。
なんか普通の飯屋じゃないんでしょうね、きっと。そういうこともないんですかね。定食屋、はい、なんか健吾さんどういうつもりで定食屋にしたのかな。確かに定食屋、あいつと定食屋あんまり定食感ないですよね。そうっすね。でも定食屋、ご飯屋さんじゃダメなんすもんね、おそらく。ちょっと待てよ。いやでも下北といえばもうあれなんですけどね、もう見えてるんですよ。あれ、そうなんですか。はい、下北のご飯といえばもう俺餃子定食じゃないの。え、まさかの。だって下北といえばもうだってね、あ、優しい、移動しなくて、僕がこう今の状況を考えて移動しなくていいように近場でこう選んでくれたんですよ。で、逆方向にいて向こう側から来ちゃうみたいな。あ、もう間違いないです。ですよね、さすが健吾さん、できる男ですね。いや、優しい、本当に。いや、だから俺はそうだと思いますよ。やばい、これでこの前で待つんですもんね、はい、匂いを嗅ぎながら。我慢するっていう。オーケーオーケー、絶対大丈夫。これは勝ちましたね。いや、もうだってこれ匂い嗅ぎながら来なかったら食べれないってことですから。そうです、はい、そうなります。そしたらもう俺は健吾を恨みますけど。そうですよね、一気にもう絶縁ゲージ溜まりますので。そうですね。でも下北といえばもうね、下北で王将って有名なんですか。有名です、有名です。ここがめちゃくちゃ有名で芸人さんたちもテレビとかでこうなんかこう発言するときはここがよく出てきますね。そうなんですね。いや、本当小学生の頃とか俺何回もありますもん、芸人さんここで 見かけたこと。もう絶対ここっすよ。実際来てるんですね、じゃあ。そうっすね。この辺住んでる芸人さんとかも多いんですよね、きっと。そうっすね、結構歩いてますよ。ああ、晴れた、餃子食いました。ほらほら餃子食いました。ほらこれもでもほらちょっと本気に合わせにととかありますけどね、僕はここ行くやろうなって。いや、ここでしょ。まあまあ、そうっすよね。これ第一号、あ、東京では第一号ですよね。そうそう、東京、その関東で一番美味しいって言われてる餃子の、はい、ああ、ですよね、うん、まあ、どうしよう。この店舗、二人で来たのは初めてですね。そうだね、一緒には来たことないですけど。餃子、王将時代ありましたっけ。王将時代、いや、ないんだ。ないかもしれないですね。でもね、僕はもうあれなんですよ、王将の餃子が一番っていうあれがあるじゃないですか、うん、確かにうまいんですけど、僕の餃子食ってから言うてと思うんですよ確かに健吾が作る餃子うまいでしょ。うまい、食ったことあるんですよね、うまいさんも。うまい、僕のね、うまいね餃子が。いや、もう本当に申し訳ないですけど、各餃子業界の人たちに申し訳ないですけど、多分、まあ、世界では一番うまいですよね。うまいね。だから、あれをその食べた上で餃子がうまい、あ、王将がうまいってなったらもうしょうがないですけど、僕の餃子を通過もしてないのに餃子の王将一番って言ってらっしゃるのは全員許せないです。そうだね、はい、じゃあ僕これ見てる、だから女の子たちがさ、はい、健吾を彼氏にすればその餃子を食べれるわけだから。まあでも難しいやですけどねそうだな、うん、いっぱいいますからね、彼女みたいなもんモテモテだすごいんだよ。矢橋さんもモテモテなんじゃないですか。全然違うんですか。あんまりそういう話しないですね、お互い。そうだね、うん、俺、テレアだから。テレアなのか、何なのか、うん、でも俺、ここで、あれだ、小さい頃、まあ、下北とかよくさ、はい、ドッグ X の親父とかに連れて行ってもらって、はいはいはい、お父さんも、レスラーですからね。そうそう、はい、で仕上がったらここ食ってきて、うん、まあまあ、さんなろうみたいな話を親父としてた、ね、もうじゃああれですか、当時から割と下北で飯食うっつったらもうここだね。ここが定番、あれだ、ハンバーガーがうまいところ。ハンバーガーうまいところどこでしたっけ。もうどこにでもあるような、あ、ま、あ、マクドナルド、あ、ハンバーグ
それ何ですか今、あえて名前出さないように。そう、あ、出してみよう。すごい。カレーパンとかね。はい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 、はい、した。カレーパンなくなったっすもんね。悲しいね。あれ、で最後にまあでも行けて、ね、最後行きませんでしたっけ。行った行った。割と後半に。うん、食べたね。で、結局その後のパン屋さんも潰れたでしょ。そう。あ、ここで餃子屋やろうかな、じゃあ。もう今、ってなると空いてるでしょ、だから。いや、結構大変だと思う。大変なんですか。ああ、ほんならもうやめとくな。下北って言ったらもうここしかないんじゃない。これぐらいのキャパでさ、はい、広いし。そうですね。うん、手軽に食えるし。それにしても、すごい服ですね、それ。そうでしょう。うん、すごい刺繍ですよ、全部。刺繍ですけども、もうそっちの業界のそっちの業界のお父さんみたいな。もう本当にね、これね、下もそあるの、これ。上下セットで。そう、今日は上だけですけど、はいはい、変わらない、うん。まあ、ちなみにお気に入りのそうスコロクト、はい、スコロクトぜひ。スコロクト誕生日なんかスコロクトのなんか話ないですか。いや、そう、誕生今年の誕生日にね、ケンゴがスコロクトの T シャツをプレゼントしてくれて。スコロクト好きやからね。そう、今日着てこようかなと思ったけど、うん、ちょっと恥ずかしくなったよ、ね。まあまあまあ、それは こっちも気まずい。男同士でな。そうですね。そうそうそう。いや、でももうだからその林さんが何が喜ぶやろうって考えて、よし、あっこのスコロクトを買いに行こうって言って原宿まで電車で行った。ありがとう。僕もうこんなもんもう恋人恋人ですよ。本当だよ。なかなか気持ち悪い関係です。嬉しい関係ですよ。はい、私は。はい、でも先に調合してください、これ。まあまあ、あの人それぞれこだわりがあってね、タレ調合にもね。僕らぐらいの餃子になってくると。そうね、はい。今日は僕もじゃあ酢いただきましょうかね。すごい多めなんですよね。ハイズもそうですね。そう。どっちも。あ、僕それ類はもう大丈夫です。え、マジ？はい。いや。え、こんだけ。うん。お酢で食べるんですか。違う違う、これやばい。これ激うまだ。あ、そうですか。これ激うま。じゃあ僕ら。いつもと。まあでもお酢はね、うまいですからね、確かに。これ系いかないですか、これ系。これはもうこれなの。はい。うん、まあまあまあ、もんですかね。じゃあ、え、皆さんお先にいただいていいですか。食べましょう。いただきます。いただきます。やったぜ。会えなかったらどうしようかと思ったよ。いや、本当に今日昼飯抜きですからね。これはね、うまい。これうまい。これ僕の餃子よりうまいっすよ。うまけました。こんなうまかったでしたっけ、餃子の王将って。寒かったしね。あ、まあそれもありますね。もうサクサク、この後まだテーマありますもんね。もうめぐっていきますわ。オーケー。こんな、これは難しいな。はい、下北沢ライブハウスといえば、もうライブの街ですから。ここは本当だよね。下北でライブとか結構見に行ったことはあるよ。まんじまるとかもあるし。ああ、一緒に、うん。僕も、まあ、大体もともと下北来だすようになったのはやっぱあのライブでバンドの友達が出るからっていうので来て、ほんでそのままこの辺で飲んで帰ってみたいなことで下北詳しくなりましたから、ね。これはあれだね、もう本当もう全然超有名になっちゃったけど、はい、ドラゴンハッシュとか、はいはいはい、もうドラゴンとか、
も下北でやってた時期もあったり、はいはい、有名ですもんね、林さんが実はドラゴンアッシュの追っかけやってたんですよね。追っかけ、有名？いや、有名ですよ。本当に？知り合う前から知ってました。いや、マジで、はい、けど、それもう中学とかだよ。いや、でももう業界では結構有名。いや、本当、もう上から下まで KJ の真似っ子、はいはいはい、めちゃくちゃかっこよかったですもん。まあ、今ももちろんかっこいいんですけど、え、ドラゴンアッシュもじゃあ下北で当時やってたんですか？やってた。そうだね。俺はもう、まあでもその時にドラゴンアッシュがどこでやってたかわかんないですけど、うん、まあまあ、あそこだろうなっていう僕は今僕の中でイメージしてるのがあって、で今から行くところも僕は決まってる、まあ、決まってますね。マジで？そうか、うん、今迷ってる。2つある。2つある。まあまあ僕の中でもあそこで、まあこれあんまり言うと答え合わせになっちゃうからあれですけど、まあ昔から有名な、これ潰れてなくて今もあって、いや、まあと言って新しいとこ行くかもしれないですけど、そうだね、これお互いちょっと探る必要がありますね。そうだね。一回は聞いて、僕が行こうとしてるのは、シェルターって聞いたことないですか？下北沢シェルターって、あのね、有名なとこで言ったらハイスタとかがガンガンやってたりとか、もう数多くのアーティストがそこからこう羽ばたいていったわけですね。で絶対にさっき言ってた、ハヤさんが言ってたドラゴンアッシュも絶対にシェルターでやってるはずなんですよ。さん的にも正解のはずの、いや、もう間違いないですね。もう下手したら そんなに大きいとこではないんですけど、下手したらこの町ではまあ一番有名な、歴史もありますし、ライブハウスでしょうね。このまま行くと、はい、絶縁ゲージが何一つ決まらない。いや、もうだから絶縁することないんだなって思いましたね、これは。なんなら、え、もうでも全問正解だこれ、三浦さん、はい、どうしましょう？結婚ですか？結婚とかそういう話じゃなくてその見返りですよ、見返り、はい、ニコプロから何かしてもらわないと、これは。早田選手ご出演いただきましょう。あ、ゲストにね、はい、あ、それは視聴者にとってはめちゃめちゃいいプレゼントですけど、何にも僕らは美味しくないですからね、それ。林さんも僕も、もう、そう、まあ、例えば、そうやな、キャバクラ連れてってもらうとか、お姉ちゃんがいるところになんか連れてってもらうとか、そういうことじゃないんですか、これ、違うんですか。じゃあ、スパゲティのナポリタンって言うことだよ。まあまあまあ、ありがたいっすわ。だいぶありがたいっす、はい、なあ、もうそれで、次回またロケで林さん呼んで、はい、そのご褒美ロケやりましょうか、はい、ナポリタンに。ナポリタン、キャバクラじゃなくて、はい、まあまあまあ、絶対隼人さんが、はい、ほっぺたにケチャップをつけてナポリタンを食べてる姿は全国の女性ファンが、まあまあ喜ぶかもしれないですけど、僕はほっぺたにキスマークつけてる林さん見たいですけどね。それは確かに見たいですね、キャバ嬢のね、はい、全国のファン泣きます。いや、もう号泣もいいとこですし、その涙を、はい。ちなみにラーメン好きの三浦さん、はい、これうまいですよ。これ足元麺、はい、好きです。これ結構有名ですよね。うまいですね。でも北もどれぐらい前にできたの、これ。トマト麺にむちゃくちゃなコバツカラを入れて、あ、はいはいはい、アラビアータみたいな、はい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 、あー、うまそうっすね。そのね、アラビアータというものも僕実は林さんに教えてもらって。そうなんですか。アラビアータって知らなかったんですけど、はい、割と最近まで、で3年前ぐらいにアラビアータ食べようぜ、何ですかそれって、アラビアータ知らないのってなって、はい、でじゃあ食べましょうって初めて知ったのは、はい、その林さんが僕に教えたんですね。はい、来ました。ここはい、ハヤトさんと撮った、はい、あ、撮りました？はい、道です。ライブハウスシェルターです。ちょっとね、
隼人、最初の出会いとか聞きました？聞いてないですか？昔ね、南野武と万事丸がトネリ一家というユニットやってて、でそのユニットの興行をやってたんですよね、当時。で、その一発目やった時に新宿フェイスでオファーもらって、でその当時僕全然もっともっと今より全然無名で、本名の西村健吾っていう名前、やってたんですけど、でそこでオファー来て、でその対戦カード聞いたら、西村健吾、永井三ツ矢対、村上和成、藤田ジュニア、隼人、そこが、はい、最初の出会いで、で、まあ、その時にもちろん初めましてやったんですけど、なんかね、その試合でもすごいお互い意気投合したというか楽しかって、でそこからもね、ちょこちょこゼロワンとかで構想したりとか、紅白プロレスで構想したりとか、すごいね、ハヤトとの縁が途切れなかって、でもそのまま友達になるじゃないですか、もう自然に友達になって、で、まあ、道の子誘ってもらって今があるっていう感じなんですけど、もう結構長いですね。8年ぐらいの付き合いですかね。でも来ないですね。全く来る気配がないですね。電話してみましょうか、はい、もう5分経ったでしょ。はい、電話します。マイクして。もしもし。はいはい。まさかついてます？え？いや、もう見えてるよ。え？ということは、見えてるってことは、僕のところに向かってる。そうなの。はい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 。ほら。もう。そうですよ。シェルターね。シェルター。ちなみに。ドラゴン氏がやってたっていうのはシェルター。シェルター。やっぱり。シェルター。で、もう一個はどこやったんですか。もう一個はね、はい、キューブっていうところ。キューブね。キューブ。キューブもめちゃめちゃ有名ですね。キューブか。キューブはまあ、でもシェルターには勝てないでしょ。そうだね。はい、正直。で、はい、なくなっちゃったけど、はい、屋根裏も有名ですか。シェルターかキューブだね。はいはいはい。でも屋根裏ないから。ないですね。そうなるともう順位的にはもうシェルターで、マンジとも来たし、あ、ここに来たんですか。そうそう、それ誰のライブに言動ミサイル、あ、言動ミサイル、はいはいはい、はい、そうそう、あ、なるほどね。言動もここでやってたんですね。やってる、ワンマンでここで、あ、そうそう、いや、もう林先生実は音楽大好きですよね。大好き、もうロックも好きですよね。好き、何でも好きね。はい、下北沢でスイーツといえば。スイーツか。まあいっぱいありますよね。そうだね。いろいろありますけど。まあまあまあ。いや、もうあそこしかない。いや、僕だけでももうあそこしかない。下北といえばもう。まあもう移動しますわ。はい。これもうラスト問題。Okay. 最後の最後に外すとかもうそんもうしょうもない、あれいらないですよ。そうだね。もうここまで来たら全問正解。うん。それの方がいい。はい。でもう絆また深めて、うん、これからもまあ節電とは、何もないです。まとまってなかった。そうだね。これからもね、仲良く。これからもね。うん、はい、まあ節電することもあっても。そのスイーツ食ったら仲間ありみたいな、ね、そう間違いない、はい、まあないですけどね、うん、次だってソロンスもそうだね、うん、すごくないこれ全問正解やばいから、いかにお互いのことをよく分かってるとか、そう、よく喋ってるね、まあ、よく喋ってるし似てるんでしょうね、やっぱり考えがね、間違いない、はい、あ、もうだから今度から、東京健吾ベースじゃなくなるかもしれない、東京ハヤトベースにすり替わっても誰も気づかないかもしれないみたいな、ね、確かに、はい、それぐらい似てるわ、はい、今でもね、ニコプラさんが
ちょっと美味しい顔したんで首になるかもしれない。健吾の方が数字取れるから喋りもうまいし。それもっと言ってください。本当にそれを言っといてください。はい、思ってなくても言っといてください。本当にね、もう格闘技界一喋りうまい。いや、あ、そこまでですか。いや、マジでありがとうございます。わかりやすいし。それ三浦さんどう思います？面白いです。あ、はい、おいす、笑いすごい。え、大変だから。大変、まあ、そうですね。そうそうそう、傘差しながら今カメラ持って。そうそうそう、大変です。はい、すいません。こんなんもう移動しましょうか。Okay. 僕こっちから行きますわ。うん、もう時間は10分。10分、OK。はい、OK。じゃあ、お願いします。はい、お願いします。後ほど。OK。もうそんなに有名なスイーツはある？いや、もうスイーツっていうのかな。僕あんま食べないですけど、スイーツ。はい、でも、下北にそれを食べに、それだけ、唯一。そんなに有名な。そうっすね。これはちなみに何屋さんですか？クレープ屋さんです。お、もう昔からあるんですよ。はい、この下北って結構街の変わりが激しくて、はい、僕が、まあ、小学校とか中学校時代に来てた下北とは今だいぶ違うんですよ。はいはい、でもそのガキの頃からずっとあります。こんな離れないか。あれ、まさかの。いや、場所はもう全然分かってるんですけど、はい、健吾怪しいなと思って。駅から離れると来れないみたいなのはありますよね。あいつは怪しい。だから僕古着自体あんま着ないんですけど、だから服とかは買いに来る街ではないですね、僕からすると。求めてるジャンルが。そうそうそう、なんかそれこそ本当に食べ歩きとか、はい、昔めっちゃカレーパン屋が有名で、はい、そのカレーパンを食べにとか、どっか行くついでに寄って今から行くお店クレープ食べに行って、で、あの目的地に向かうみたいな。途中のちょうどいい。そうそうそう、あとなんかちょっとした空いた時間に来れる街みたいな。好きなものがあって時間も潰せて、そうですね、で、あ、今こういう服流行ってんだとか、はい、で、さっきも言った音楽 CD を見に行ったりとかして。あ、見えてきました。あれです、正面です。はい、あそこのクレープ屋ですよ。こちらでちょっとご到着を。あ、一部あるんだ。一応ない時もあるんですか。そうそう、すごい、結構見た目はハードなお母さんがやってる。見た目がハードなのに甘いもの。そうす、ここは昔から本当味も変わんないし、めちゃくちゃうまいです。なんか向こうで、ね、多分学校があるんですよね。はいはい、だから学生がこう駅に向かって帰る時にもうすごいっすよ、行列が。今日はちょうど逆にむしろ雨で良かったぐらい。そうですね、でも絶対来るでしょ、ここ来なかったら。だって多分なんか下北でなんか行っといたらいいお店とかありますかっていう話になった時、はい、俺ここ言いましたもん。じゃあ覚えてるならちゃんと。そうです、もう絶対ここ。今日いいロケです、ありがとうございます。なんか他の街とかでもやってみたいですね。そうですね、中野とか高円寺とかもやってる、ね。ああ、いいっすね。中野のブロードウェイって、はい、レンタルボックスみたいなのいっぱいあるじゃん。はいはい。あそこで例えば、ハヤトさんのケンゴさん1人2000円ずつとか渡して、相手が喜びそうなプレゼントをレンタルボックスから探して買うとか。いいっすね。中野ブロードウェイは俺めちゃくちゃ行きますからね。俺フィギュアとか超好きなんですよ。で、今ちょうどこう体がこうきつい時とかに、まあ、プラモを作って遊んだりしてやってるんで、めちゃくちゃ好きですね。プラモ、何のプラモが好きですか？今ダース・ベイダー作ってます。スター・ウォーズ。スター・ウォーズ。はい。で、もうほんと初心者なんで僕。一番初めはアラレちゃん作りました。アラレちゃんってプラモあるんですか？あります、あります。でもなんかプラモデルってなんか塗るって聞いてたんですよ。はい、でもアラレちゃんとかは塗んなくても
ちゃんとあられちゃんになってるみたいな。髪の毛は髪の毛の色で、そうで、なんか塗るとさらにこう臨場感増しますよみたいなあれだったんで、でスターウォーズに行ったのも、もう本当にただ単にダースベイダーが好きっていう。でも真っ黒じゃないですか。そうですね、塗らなくていいなって。ほら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 。もう。ほらほら。もうね、全問ですよ。全問ですね。間違いない。いかちいな、あいつ。怖い。やんちゃな大人ですよ。怖いっすね。俺ならヤスもあんな目の前から歩いてきたら。で、驚くほどないっすね。ねえ、ねえ、もうマジサービス問題。いやもう本当にこれはもうだって2人で来ましたもん、ね、なんなら下北といえばの時点で俺多分あこっちそうはい、そうということで間違いないわ、間違いなくこのクレープ屋、はい、これ思い出覚えてます、ここで2人でクレープ食ったらプライベートのメンズ帝王がチャリでバーンそうそうそうとうとう向こうからね、お互い挨拶するわけでもなく、向こうもチラチラこっち見ながら、そういう、もうその思い出がめちゃくちゃ強いんで、なんならもうこれ林さん、僕はもう今もしかしたら他のスイーツを考えたかもしれないですけど、隼人さんととなるともうここしかないっすわ、もうはい、これは俺のおかんとも来たね、行きました行きました、見ました俺のおかんとも、そうですね仲良しだな、はい、おとんとは来てないですかね、来てないかな、親父多分こう最後に試合してからぐらいです、はい、あー来ました来ました、ここですよ、はい、もうだから要するにこれ全問正解してしまったってことですよ、申し訳ない、もう視聴者の皆さんこれはもう申し訳ないけども、申し訳ない、もうね嘘つけないんですわ、そうなのよ、もう間違いようがない、間違いようがないね、ね本当にね、こんなことはもう、いやマジでそれしかないんですもん、うん、はい、ということでこれ楽しいわ、これ最後スイーツ正解したということはどうぞご褒美あるんですか、ありがとうございます、みんなで、ね、スイーツ食べクレープ食べて今日終わりましょう、はい、はい、ありがとうございます、これはもう、うん、うまい、うまい、いつも通り変わらない、うん、ゲスト来ていただいたすから、なんかうまちょっと良かったですね、結果的に、あの、ね、癒されるわ本当に、ええー、な、早く食いたいな、うまい、まあこれゲストの特権ですからね、僕らは最高です、 お預け食らうっていうのはね、なくなっちゃうよいやもう気にせずうんうん、はい、皆さん先食べます？いや、手元の先、ありがとうございます、じゃあいただきます、うまいうまい、もうわかる、うん、これ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 、いつもの味や、下北に帰ってきたって感じですね、うん、まあどこも行ってないですけどうん、今日の今日は成功ということで、もう大成功ですよ、締めますか、はい、まあ最後にこうやってクレープ無事にたどり着いて昼飯も食って、うん、最高の、私にとっては最高の一日でした、いや、はい、本日はね今、まあ、あらゆる理由でちょっとリングを離れてしまってるハヤトが、うん、こうやって遊びに来てくれてめちゃくちゃ嬉しいです。いや、こちらこそ。はい。また必ず遊びに来てください。うん、行く行く。はい、ありがとうございます。本日のゲストは道のくプロレス HYT 藤田ジュニアハヤトでした。ありがとう。